ヤハズエンドウは、ソラマメ属の越年層。ヤハズエンドウが植物学的局面では、標準的に用いられる和名だが、カラスのエンドウという名が、一般には定着している。属称として、CBB というものもある。種を取り払った豆柄を笛として使用する遊びに、由来する。本州から四国、九州、沖縄の路傍や堤防などの至るところにごく普通に、 生育している。秋に発芽し、春になると高さ60から150センチメートルに達する。茎には薪げがあり、近くのものに絡みつくこともあるが大体は直立する。茎は全体に毛があり、四角中上。強い周期がある。夏季は3から6月で遠藤に似た小型の格子色の花をつける。冬花は熟すると黒くなって、晴天の日に咲け。 種子を激しく弾き飛ばす。原産地は、オリエントから地中海にかけての地方であり、この地方での古代の麦作農工の開始には、遠藤などと同様に栽培されて、作物として利用された証拠が、考古学的資料によって得られている。そのため、若カや若いトウを食用にすることができるし、熟した豆もいって食用にできるが、その後栽培植物としての利用はほぼ断絶して、 今日では雑草とみなされている。また、未熟な果実の両端を切り落とし、草笛にすることができる。一見すると空豆の仲間とは思えないが、よく見ると茎が角張っていることと、豆のへそが長いという空豆族の特徴を満たしている。四季で白衣、宿人氏が山で餓死する前に食べていた。ゼンマイは、野縁道の類ともいい、またわらびやゼンマイのこととも言う。 近縁の仲間には、スズメのエンドウ、カスマグサなどがある。この三種は、いずれも露房に咲く、ごく普通な雑草であり、生育の季節も共通するため、往々にして混成する。これら三種は似ているが、ヤハズエンドウは大きくて、少数の花をつけ、スズメのエンドウはごく小さな花を、棒状に多数つける。カスマグサは、小型の花を少数つける。ヤハズエンドウは、 卓用に、暗号色の輝害密線があり、他二種にはない。カスマグサの、カスマとは、カラスと、スズメの間の意である。また、欧米にはより大型の元足をヤハズはず遠道があり、牧草として利用されている。この種は近年日本にも帰化していることがわかっている。ありがとうございます。